金だらいに入り、行水する、子供たち行水とは、おけや、たらい等に、お湯や水を注ぎ、それを浴びて、体を洗うこと。入浴の一形態。浮世絵に描かれた、行水行水は、20世紀末頃に、家庭用給湯器が普及する以前に、しわしわ見られた体を清潔にするための行為であるが、同時に夏などに、暑さをしのぎ量を取るためにも行われたため、 夏の季語になっている。夜間などで湯を沸かし、水を入れたたらいに湯を足して、温度調節をする。たらいは古く木製であったが、後に、アルマイトやトタンなどでできた、金だらい、あるいはプラスチック製のものが用いられた。風呂において、桶を満たすほどの湯水を得がたかった時代には、少量の湯水をたらいに叩いて、下半身をつけ、手桶で肩から水を流したり、 たらいの水に浸した手ぬぐいを絞り、体を拭った。場合によっては、垣根で囲われた庭にたらいを置いて、戸外で浴びる姿なども江戸時代から明治、大正の風俗を示した絵などに残る。社会の近代化とともに生活インフラが拡充され、一般の家庭でも大量の湯水を得やすくなり、頻繁に風呂を入れやすくなったことにもちなんで、行水という行為は次第に廃れていったようで、 日本国内ではかつて金物屋などの店先を飾った直径1メートルほどもある行水用の金だらいを見かけることは20世紀末頃までにほとんどなくなった。ビニール製プールに使った用事ただし一般家庭向けの小さな空気を入れて膨らませるビニール製プールは依然として販売されており庭先や集合住宅のベランダなどで子供の水遊びに用いられていることも忍ばれる。 ただこちらは、水着を着るなど、体の清潔さを求めるものではなく、もっぱら量を取るためのものに近い単なる遊びの範疇にある行為となっているという、由来は、仏教用語。日本では神仏に祈ったり、神事、仏女を行う際に身を洗い清めることを言った。単に手を洗い、口をすすぐのみでも、行水と称されることもあった。中世に、 上実の現代の意味も生じた。ありがとうございます。